ステートリムジンは、ベントレーが2002年に製造した、イギリス王室向け公用車である。2002年のエリザベス2世、在位50周年記念に、イギリスの自動車製造者協会から新定された。ツインターボ付け、ロールスロイス製 6747CCV 型8気筒エンジンを搭載している。これは、ベントレーアルナージアール用をベースにしており、 400馬力の最高出力と 85.14kgm の最大トルクを発生し、最高速度は時速 210km である。ボディのタイプは4ドアのリムジンのみである。ベースとなったアルナージの標準モデルよりも、全長で 83.0cm 長く、ホイールベースで 72.8cm 長く、全幅で 6.8cm 広く、 全高で25.5センチメートル高いボディを持つ。キャビンには観音開きドアを採用しており、特に後部座席用ドアは後方へほぼ90度開く。後部座席ボディには装甲が施されている。対地雷構造の車体底部や防弾ガラスを備え、車内はガス攻撃対策のため機密構造になっている。これらの構造と安全装備により、 車両重量は 3390kg に達しており、ケブラーで補強されたタイヤを履いている。前席は革張りであるが、後席には、イギリスの織物製造業者、ヒールド・ブラザーズが製造した、ラムール・サテンが使用されている。なお前席は革張り、後部座席は、布という組み合わせは、最高クラスのリムジンとしての様式に則っ,った措置で、ある。 この車は2台が製造されたのみで、王室や国家元首用にわずか18台しか製造されなかった1950年代のロールスロイスファントム4よりもさらに希少である。公式行事や女王が国外訪問へ出かけるときのみに使用されている。リムジンには地元警察の車両やオートバイを呼び、選抜されたロンドン警視庁警護部隊のパトカーまたは、 覆面パトカーが常に帯同し護衛されている。女王はバルモラルやサンドリンガムハウスに滞在中に、教会へ赴くときにも、この車を使用する。すべての英国の御両者と同様に、このベントレーは屋根に点灯するクレストと、室内から立てるペナントが取り付けてある。その他のシンボルは、国賓の訪問時に使用されるが、これら二つは、女王の証として取り付けられる。 女王が乗車しているときは、ボンネット状のベントレーのオーナメントである、B が女王のマスコットである、竜を退治する正常地像に交換される。2009年1月に、この2台をバイオ燃料で走行できるよう回収することが発表された。ありがとうございます。